クラーニ、またはクランは、スロベニアの11の特別市のうちの1都市。スロベニアの首都であるリブリアナから西に、約2 0トル離れた場所に位置し、スロベニア国内では4番目の人口規模を持つ都市で、ある。交通網が発達しているため、エレクトロニクス産業が盛んであり、工場が多く立地している。歴史的なコレンスカ地方は、クラーニにちなんで名付けられた。 中世初期には地方の首都であった。市は現在、サッカー、テニス、バスケットボールといったスポーツ施設のためよく知られている。国内最大級のアクアティックセンターもあり、2003年のヨーロッパ男子水球選手権が開催された。毎年開催されるテデン・ムラディ祭りは非常に人気である。市の中核は保存状態の良い中世の旧市街である。 小倉川とサバ川の合流地点が旧市街にある。プレシェルノバドーリュは鉄道と高速道でリュブラナ、イエセニツェ、フィラッハ、ミュンヘンと繋がっている。リュブラナ空港はクラーニに非常に近い。聖カンティアヌス教会はクラーニ最大の教会である。クラーニ教区、サイ座がある。14世紀に建設された。建設と委任はクラーニ伯爵によって行われた。 城は16世紀半ば、ヤンジュキスル団尺によって建てられた。その後の所有者は、モスコンや、ラブバルや、アップファルトレル家、アウスペルグ家、パグリアルッジ家の間を転々とした。建物は1952年に亡くなる直前の建築家、ヨジェプレツニクによって修繕された。城の庭園は現在コンサート会場として使用されている。ありがとうございます。